2012年1月、ヤバい中二病にあったという興味深いスレが立ちました。だったら書く。不幸じゃないか。聞かせていただきましょう。スペック、俺、普通面、高一、中二病、肝面、バカっぽい、つば吐く。この話は今さっきあったことだ。俺は塾帰りでさっさと家に帰りたかった。交差点で信号待ちをしていたら、すると信号赤なのにチャリで横断歩道を渡った奴がいた。バカなのか?と思いながら iPod をいじっていたら、すると信号が変わり俺は横断歩道を渡った。そしたら声をかけられた。おいてめえ。漫画でしか聞いたことのないセリフを聞いて、びっくりしながら声の方を見ると、さっきの信号無視のやつだった。いかこいつを中二とする。お前今こっち見てただろ。は?見てないけど?嘘ついてんじゃねえよ、見てただろ。つまり、上から厨房って感じか。見てねえよ。俺は早く帰ってオールウェイズを見たかったので、急に止められてイラついていた。見てただろうがよ、その目つきが気に入らねえ。俺は目が悪く目を細めてしまうので、そのことを言ったんだと思うが、別に悪いことをしたわけではないので、見てないからと言って立ち去ろうとした時、ちょっと辛かせや。唾を吐きながらチャリを降りてそのチャリを蹴り倒した。今のとこただのドキュンって印象だな。でんで?いきなりの中二病登場と喧嘩の予感にスレミンも興味津々です。俺より体ちっちゃいして出さなきゃいいだろうと思いながら、少しこの展開を楽しんでいると。お前何年だ?高一だけど?どこ中だよ。あれ?今高校って言ったよね?そうかよわらわら。なんであの手の層って、決まって尋ねるのが中学校名なんだろうね。こんな厨房都市伝説だと思ってた。来年度から中学校だから先輩怖いよ。漫画でしか見たことないセリフがバンバン出てきてびっくりしながらも、落ち着きながら、早く帰りたいんだが。お前俺にガンつけといてタダで帰れると思うなよ。まずお前なんて見てないし。帰りたいなら土下座しろよ。それか俺に喧嘩で勝ってみろよ。まあお前じゃ無理だろうけどな。まさかの中二病は土下座しろと、一気に迫るヤンキーぶり。中二病患者クソワロタワラ。とりあえず来いよ。オールウェイズもう始まってるなぁ、とか思いながら見てると。来いよ。めっちゃ手引っ張ってくる。中二病怖いよ。ああ、なんかチャリできたの奴らのイメージ。うるさいししょうがないか、と思いながらついていくと。なんとそこは今いた場所から3メートルくらいの駐車場。帰りてぇなら俺に勝ってみろよ。書き忘れたが会話始まってからすでに10回以上は唾吐いてる。はっすぎわら。こういう奴は大抵実践経験少ない、ゆとりだから。駐車場の真ん中あたりまで手を引っ張られて。かかってこいよ。とか言いながらぴょんぴょん飛び出した。どうした?ビビってんのか?とか言いながらぴょんぴょん飛び出した。なんかお前、かわいそうだな。かわいそうだ。言っちゃったわらわら。わろたわらわら。スカガムテアンドロープ。これさえあれば、抵抗されることなく、思いっきり、気が済むまで殴りまくれるよ。とスムーズな喧嘩の方法を伝授するスレミンまで現れました。何いきなりでけえ声出したんだよ。ビビってる証拠だな。お前公立か?ちなみに俺は私立。当たり前だろ。まさかお前私立か?公立はお前みたいなやつしかいないのか?俺みたいってなんだよわらわら。一番喧嘩強いのは俺だけどな。ちなみに会話中、中には俺の周りを回ってました。公立の皆様すみませんでした。公立は動物園だしな。公立を代表して私立の皆さんに謝ります。どうもすいませんでした。そして本編再開。もういいよ、面倒くさいし。帰ろうとすると胸ぐら掴まれて。逃げんのか?正直ムカついた。こんな奴相手に逃げるのも嫌だったし帰らなかった。相手の思うツボってのは分かってたがそれ以上にムカついていた。ち、分かったよ。分からいいんだよ。そう言っていきなり目の上あたりを殴られた。不意打ちにびっくりしながらも大して痛くない。これはまさか勝てるのでは?と思いながら相手の胸ぐらを掴んだ。へっへってわらわらやっとやる気になったなわらわら。うるさい。鼻水突きを叩き込んだ。面白くなってきた。いいぞいいぞ。自慢じゃないが俺は異常に前頭部が硬い。突きしてもほぼ俺にダメージがないから友達とかにもたまにふざけてしている。殴り合いの喧嘩とか初めてだったし絡まれたのも初めてだったが意外と弱いなわらわら。とか思いながら腹に肘鉄。一致の思いがけない頭突きにたじろぐ中二病さん。ちょっと待てよ。マジでやるなら俺も本気出してやるよ。そう言って中二はパーカーと T シャツを脱ぎ始めた。そういう趣味か?と思いながらも脱いでる途中に金蹴り。今考えると散々だな。ごめんよ。意外と面白くてわろたわらわら。頑張れ高校生。中二が倒れ込んでなんかブツブツ言ってたが聞こえなかった。は?お前高一って言ってたよな。ああ。俺中二なんだけど2年も差があるだろ。お前中二かわらわら。なんだよ悪いかよ。そう言って携帯を取り出した。こんな末期の中二病でも人の話はちゃんと聞けるんだな。計算もできるんだな。ただ、記憶という引き出しのたくさんある棚から、どこにしまったかを忘れてしまって、後で出せないが、チート使って見つけて出せたものの、空気が読めないんだな。中二病はそんな病気だ。頭悪すぎはロリンヌ。あれれ?どっちが誘ってきたんだ?中二は仲間を呼んだ。しかし何も起こらなかった。ちなみにこの状況でも唾吐きまくりながら俺の周り回ってる。もし今さ喧嘩してんすけどなんか年上なんすよね。うざいし今のうちに帰ろうと思ったが、
ちょい待ち、今逃げようとしてるんで、とりあえず来てくださいよ。俺がぶっ飛ばすんで観覧として。応援要請を出した中二病。果たして勝てるのでしょうか。お前いい加減うざいよ。じゃあよろしくお願いします。じゃあ帰っていい？はぁ？ふざけてんのかてめえ電話聞いてただろ？ごめん興味なかったから聞いてなかった。舐めてんのかてめえ。うるさいしキモいよ、あと口臭い。お前マジでぶっ飛ばす。そう言って T シャツを着た。なんで T シャツまた着るんだよわらわら。ってことは本気モード解除か。着るのかよ、まあ寒いしな。T シャツ着るならなんで脱いだんだよ。うっせえ黙れ。蹴ろうとしたみたいだが届かなかった。やっぱもういいよ、いじめになりそうだし。お前マジで病院送りにしてやるからな。やってみろよ。いいのか？骨折れるぞ。大丈夫ちゃんと毎日牛乳飲んでるし。大丈夫ちゃんと毎日牛乳飲んでるしわろたわらわら。牛乳を1日1パック飲む俺にとって骨折などなんの脅しにもならないのさ。と思いながらイヤホン装着。EXILE の I wish for you を聞こうと思って iPod をつけると。じゃ待てよ。キムタクわらわら。キムタク来たー。結局相手は中二病なのかただのドキュンなのか。キムタクか？と思いイヤホンを片方外す。何？いつ帰っていいって言ったんだよ。帰れるのは土下座したやつか喧嘩に勝ったやつだけだ。つっただろ。これはドキュンか土下座して帰るフラグ？ドキュン負けフラグ立てすぎわらわら。中二単価はいいな。だってお前の友達くんだろ？俺人見知りだし。ふざけてんじゃねえよ。お前を先輩たちの前でボコってやるんだよ。先輩くんのかよ。さすがに俺より上のやつが来たらやだしな。まあ多分中3だろうけど。と思いながら、もう疲れたよ。諦めんなよ。お米食べろ。プレゼンテッド、バイ、松岡修造。とすれないに熱い人も降臨しますが、喧嘩の行方は、実際もう疲れたし、オールウェイズも始まってからかなり時間も経っていた。帰りたいけど返してくれない。しょうがないか、と思い金蹴り。金蹴りしすぎだろわらわら。一気は牛乳と金蹴りが好き、メモメモ。大通りから大して離れてないし人は5人くらい来た。どうしました？なんか変な人に絡まれたんですけど。大丈夫？目腫れてるけど。最初に殴られたところが腫れていたようだ。少し痛みますが大丈夫です。実際全く痛くありません。油断した大人に金敵を食らわすくらいの気概が欲しい。中二が起き上がりパーカーを着出していた時に、すみません警察呼んでもらっていいですか？へ、あ、わかったよ。携帯を取り出す大人の一人。中二かわいそうわらわら。警察という単語が出た瞬間自分で蹴り倒したチャリを立て直し乗ろうとする中二。ハンドルを半回転させると本当に自転車って動かなくなるんだなわらわら。チャリを動かなくしていたら、お前こんなことしてただで済むと思うなよ。チャリできた中二病。焦るあまり動けなくなったようです。そう言ってまた顔を殴ってきた。だが今回は大人たちがバッチリ見ている中で、早く警察呼んでくださいよ。もう連絡したよ、すぐ来るって言ってたけど。今日だぞお前、1対1で勝負しろよ。中には一致の頭の良さに惚れ惚れするスレミンまで現れました。これが私立パワーでしょうか。一致って本当に頭いいんだな。惚れた、俺も惚れた。スレないにガチ恋勢が誕生する中、一致と中二の戦いは終わりを迎えようとしています。さっき負けたじゃん。マジでやってるわけねえだろ、次は本気だからな。口臭かった。口臭わらわら。口臭いやつとは喋りたくないな。ジッエンド。大人たちも呆れ気味で3人は帰ってしまった。だがそこに俺は見つけた。JK っぽい子が俺を見ていた。恋の予感。なんだか流れが。中2はもうかわいそうだから話してあげた。そしたらチャリで逃げながら。覚えてろよ。マジで言うやつ初めて見たわ。大人はもう一人しか残っていなかった。さっき電話してくれた人だった。本当に警察呼んじゃいましたか？ああ、ごめん嘘だよ。こっちもめんどくさいことに長い時間付き合いたくないしね。この人はわかる人だった。とりあえずその人にお礼を言って帰ろうとしたら、さっきの JK がティッシュ濡らして持ってきてくれた。JK 優しすぎわらわら。JK の優しさに泣いた。ね、すごい腫れてますけど大丈夫ですか？ああ、痛くないから大丈夫だよ。ありがとうね。さっきの人お友達ですか？この子は天然みたいだった。違うよなんか絡まれただけ。そうだったんですか。でもさっきの人面白かったですね。そう？変な人だったけど。だって最後に、覚えてろって、なんか漫画みたいで笑っちゃいましたよわらわら。だんだん微妙になっていってるね。釣り草。めんどくせえわらわら。なんだかいい感じの雰囲気に。リア充反対派のスレミンたちは面白くなさそうです。この時の笑った顔マジで可愛かったわ。ちょっと歩きながら話してたら。あ、家こっちなんで、じゃあ。そうなんだ、じゃあね。JK が行こうとした時に、もしよかったらメアド教えてくれない？え、ごめんなさい。ショックだった。一本目は以上です。中二病といえば短いですが、面白いスレを発掘しましたので、そちらも紹介します。世界を作った代償として感情を失った中学生だが質問ある？とりあえずスペック書いてくわ。年齢中学生。趣味人助け。顔かなりイケメン。匂い良好。特技左手から漆黒の炎。右手から悠久の氷を出せる。肉親状況両親は敵組織に殺され、彼女は人質に取られた最近助けた。偏差値100。スポーツテスト判定 A ハンドボール投げ以外全て満点。俺の使命、敵組織からこの美しき星、地球を守り通すこと。
これに対してスレナイの反応は、今日うんこした？俺はうんこしないよ。かき氷いちごシロップで、一生溶けない氷だから食えないと思うぞ。YouTube の意味がわからんぞい。ググれかす。また一致は自身のスペックを補足します。中学2年生、男。髪は少し長め、学校時はワックス仕様。身長普通、体重普通。趣味読書電撃全般。性格他人に興味はない。あいたたた。どっち曲がり？直線。机てないじゃん。あいつらは何度も襲ってくる。ぬぐぐ。両親の仇は取れたのか。両親を殺した奴はラスボスだから殺せてない。日進状況ではロタ。また一致の偏差値100という設定に食いつくレスも。偏差値100とか最強か弱ら。俺も高校は校内の偏差値100超えてたわ。バカばっかだったよ。偏差値100ってすごいな。仮に満点だとしても、標準偏差5かよ。周りどんだけバカなんだよ。俺の IQ100 についてこれないんだろうな。IQ 何ではロタ。間違えた IQ1 号が車だった。中3にして東大も視偏差値100超えオーバーだが、一緒にこの国に革命レボリューション起こさないか？俺は人と群れない性格だからな。お、一日何回？感情を失ったからしてない。またスレ主の異能力に突っ込む者も現れました。右手の悠久の氷は、左手の漆黒の炎で溶けんの？溶けない。漆黒の炎ってなんか普通の炎というの？色ついただけ？一生消えない炎。悠久の氷って熱移動しないから冷たくないんじゃね？また一致のようなヤバい人が他にもいたという目撃談もありました。こいつ5年ぐらい前からいるけど同一人物なのか？パブリックドメインなのか？最近の中学生感情失いすぎじゃね？ここ最近毎日感情を失った中学生がビップにすれ立てしてる。ないのは感情やない、知能や。彼女れ、されてた？感情失ったなら彼女れ、しても怒らないよね。彼女は別れたくないと言ってきたけど俺から別れを告げた。危険にさらしたくないからな。感情あるじゃん。彼女への感情は失わなかったらしい。その彼女捕まってる間れ、されてるよ。それはない。彼女のあそこには結界を張ってあるからな。なんでハンドボール投げだけ下手なの？本気を出しすぎて計測不能になったから。本当なら1億万キロメートルは飛んでいた。なんでそんなに腕力あるのに他は老化とかボンなの？ A までしか測れないから。俺はテストなんかで全てを測れる人材ではないんだよ。じゃあハンドボール投げも A だろあら。A が最高だから仕方なく A に収まってるが、本当なら Z ぐらいの評価になってもおかしくない。また一致のことをようやく知覚したのか、それっぽい書き込みもちらほら。お前が例の小僧か、お前だったのか、俺たちの平和を守ってくれてたのは。別に感謝はしなくていいぞ。俺は俺にしかできないことをやっただけだからな。確かに漆黒の炎で無限の電力供給したら世界救えるわな。俺の能力はそういうものに使ってはいけないという制約があるからそれは無理。お前の漆黒の炎からうんこの匂いするんだが、匂いは良好なんだが。スーパーマソとどっちが強いの？スーパーマンなんてたかが創作物上のものなんだから比べる必要もないだろ。誰と血の契約したの？ハーデス？自らこの能力に開花した。悠久の氷と漆黒の炎どっちが強いの？どちらも最強の能力すぎてどちらが強いとかわからない。偏差値100のくせに頭悪いんだな。お前がそう思ってるならそれでいいぞ。ダークフォースに誘われなかったの？何言ってんだお前。このスレはなんで立てたの？君にはわからないだろうな。世界を救う苦しみと絶望を。これは恥ずかしいわな。感情ない設定ちゃんと守ってよ。感情ないんだが。今では苦しくもないし絶望もしてないんでしょ。感情を失ったのは喜びみたいな性の感情だけだから負の感情は未だに感じる。今は苦しみなどしか感じない。間違えた性の感情ではなくて性の感情だった。また間違えた性の感情な。と、正しい方の性ではなく、性的な方の性、と間違えまくってしまう一致。もうお前狙ってやってるだろ。これが勃起障害の IQ100 の文章力かわら。健全な中学生で安心した。確かにそうだな。世界の中学生たちはガキ臭すぎる。みんな俺みたいな成人君子となれよ。能力はしょうがないとしても、性格や頭の良さぐらいはどうにかなるだろ。ふ。このスレも終わりが近づいてきたな。俺はこのスレが落ちたらもう一度世界を救いに行ってくる。お前らの日常は俺に支えられてることを忘れるなよ。毎日を強く生きろ。じゃなあ。待ってくれー。あんた、名前は？俺に名前はねえよ。その後、一致と同じ ID の書き込みがさらされます。教室で足開いてる女盗撮したわらわら。というスレでは、もっとくれ。これの無修正動画持ってた気がする。また、エボラ日本上陸来たーわらわら。というスレでは、エボラ来るとか怖すぎ。感情たっぷりやで。以上です。皆さんは感情失ってますか？よろしければコメントしていってください。